はい、みさこんちゃん、今回はですね、こちらリベンジしますよ。ノーアイテムクリア、いけそう感はあるんだよ。やっぱ運ゲーだからさ。まあだからちょっと今回こんな感じの、もう一回スーパーヒーローで挑んでいきたいと思います。まあビーストで耐えて、次のターンで復活、身勝手、即身勝手復活していけばいけると思うんだよね。うん、まあというわけでね、こちら行ってみたいと思います。並びはまあまあ、まあ微妙っちゃ微妙だけど、ティー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 、とりあえず先手は身勝手でかわして、でキラベジで取って、でこいつらが心配だけど、まあ一応二次キラは3個で連発すれば耐えれると思うんだよね。でこいつ結構先手で打ってくるから、まあ身勝手でかわしてもらいたいんだけど、打ってこねえ。これ3番目で打ってきたらちょっと俺普通に泣くよ。ご飯に嫌われすぎてて泣くよ。まあ体力はそんな高くないから、まあゴリ押せばいけると思うんだよね。 OK、 頑張ってる頑張ってる。でもキラベジで撃たれても死ぬんだよね多分これ。キラベジで撃たれても死ぬから、苦手で撃ってこないともう死、終わり終わりよ、このゲーム終わりよ。あ、終わった。いやこれキラベジも死ぬんだよこれ絶対。 50% 経験全属性があるじゃ無理だよな。打ってこないランス、打ってこないランス。いやーマジ余計なことすんなお前。ご飯を刺激しないで、そんな刺激しちゃダメだよ、怒られるよ、ご飯に怒られるよ、父親も怒っちゃうよ。あ、まあ通常、おっと、まあ60% の全属性ガード、お願いシェンロン助けて、お前たちが持ってるバーを使い切るんだ。おお、ちょっと遅かった。お父さん、父さん、カメハメ、うわあ、耐えた。ワンチャンじゃない。一応二次キラマ3個取ったから、連続攻撃を出してくれれば、あ、いける、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン。キラベジ強えな、やっぱり強えわあいつ。次が危ねえな。そう、次どっちみち次で死ぬか。そんな夢のないことを語っちまうのか。次がな、ビーストまだスタンバイできないし、ダメね、ターゲット集中できないし。いやでもこんだけ打てば耐えるっしょ。いやこれをこれ食らったらもう終わりよ、世も末よ。オッケー、あ、勝ったんじゃないこれ。いやでもビースト先手じゃダメな、ビースト先手だと必殺撃たれたら死ぬんだよ絶対。え、待って、こうじゃない、冗談抜きでこうじゃない。あのこれとリンカはねんか。いやこいつ避けねえんだよな意外と。だこれで、いやもう避けてもらうしかないよね。だビーストでも死ぬんだよ、40万食らうから。だからこれでもビーストで倒す、行動後ビーストだったら耐えると思うんだよねワンチャン。いやでも倒、いや倒すの無理かな。一応身勝手のサポート乗っければ 50% 頼むよ。 OK、 おお、ナイスナイスナイス。で1000万、いけるかな、どうだろう。万が一倒せなくても行動後のビースト耐えると思うんだよな。お、ナイスナイスナイス。で1000万、どうだ、いけるか。うわー、ちょっとやばい、余計なことしないで、打たないで、打たなければワンチャル。お、いけ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 、いった、いった。こいつがヘマしなきゃいける。こいつがヘマしたらもう、それはそれでおもろいからいいけど。それはそれでおもろいよ、もう。そこまでいったら。あの、倒すか、倒せる、倒せる。500万で、会心出さないときついかな。ナイス、やるときはやる男。これ、ご属性入れてませんでしたなんつったらもう死ぬしかないけど。いや入れてるはず。オッケー、じゃあちょっとついでにね、あのブロリーもクリアしていきましょう。尺がないんでね、尺が短すぎるんで。ブロリーもむずいんだよな。まだブロリーもこれでいってみるわ。今日調子がいいんでね、回避組の調子がいいんでこれでいってみましょう。ででーん。
まあこれでいくか。あーでも撃てねんか。まあいっか。まあ今日回避組の調子がいいんで大丈夫でしょう。340万。まあこいつのサポート乗っけたかったけどしゃあなし。勝てな。いいね。え、今日調子いいよめっちゃ。これも大余裕。今日調子がいいからね。あれ、これしかもビースト先手受けられる。あれ、あ、全体じゃねえか。はい、認知。はい、認知。かーん。かってえな。あれ、こんな硬かったっけ、こいつ。こんな硬かったっけ。てんで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 。で、首くるりんして、ボコボコして。で、カメハメハぶっぱして。で、480万。ちょっともうちょっとデデンのタイミングさえ合ってればいい感じになれたんだけどな。食らったことには触れてやんねえよお前。まあビースト手前にしてベジオでマックスにして、後ろで撃たれるとまずいけど、まあ大丈夫でしょう。でその程度カオくんもカチカチと。でこれが僕の本当の力。かーん、勝てな。さすがブロリーに恥じない耐久力な。でオッケー、カチカチでカチカチと。で1000万。でんでって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 んで。で、800万と。やっぱ、キラベジ強いわ。マジで、キラベジを使わない日がない、ほんとに。キラベジ禁止にされたら泣くわ、俺。キラベジ愛好家だな。あ、やばい、後ろに撃たれたら泣くよ。まあ、大丈夫か。ブロリーだったら大丈夫っしょ。ゴテン&ゴハン&悟空はちょっときつかったけど、さすがに大丈夫だと思うんだよね。こんだけ。撃ってるし、軽減もあるし、オッケー。まあ、相変わらず強えな。おお、めっちゃ頑張っとる。オッケー、会心出して。まあ、大丈夫っしょ。さすがにこんだけ撃ってんだからな。これで食らったらもう、インフレって怖いってな。キラカイコンビが本当もう無理だ。もう、アイテム使えば余裕なんだけど、やっぱきついんだね、もう。なんか、改めて実感すると悲しいわ。マジ、こいつ本当に、出た当初から好きだったんだよ。オアコンビって言われながらも、やっぱ好きだったんだよ。あれ、でもこいつ極限したの結構最近じゃなかったっけ？周年だっけ極限したの。さすがに、あ、大丈夫。今日は調子いいから。ね、マジ調子いいんだよ、こいつ。おね？今日やばくね？一回もミスしてない。後ろの技の野郎はミスったけど。まあ、ここは 84% になってるからな。で、味方のサポート入れられるのもでかいしね。いや、まあ、強すぎ、こいつ。こいつ強すぎるわ。小じき悟空持ってない俺からしたら、こいつのサポートも結構バグってるんでね。バグってるんで好きです。まあ、一冊撃たれたからもうここで撃ってこない。てんで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 。で、いいね、980万。てれれ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 。いいよね、この BGM、 ドラゴンボールの BGM 流しながら、車で流しながら夜道を滑走するのおもろいよ。いや、マジで最近それにハマってるもん。ドラゴンボールの BGM 流しながらね、夜に窓開けながら車運転するのにハマって。2発撃ちかよ。大丈夫、こいつもかわす。おお、いいね。見なくても受ける。大事な局面ではかわす。あ、そっか、悟空いるからアタック上がっちってんか、こいつ。なるほどね、なるほど。小一、まあ、ここはビースト2人に任せれば問題ないけど、まあ、悟空もかわしたかったけどしゃあなし。ノーリンクになっちゃうかな。でこれが僕の本当の力。
で960万。いいね。ビーストさんはまあ未だに安定感えぐいかな。1500万。アタオカ、まあ大丈夫っしょ。行動後のビーストは無敵。あーでも結構食らうね。やっぱゴクリと強えな、ブロリー。じゃあ今日調子がいい兆しくんに任せてみるか。でもねこれ後ろで撃たれて死ぬことはない。もう倒せる。倒すか身勝手がミスするか、二択よ。でも大丈夫、相棒はね避ける。今日マジすごい調子いいね。ね、すげえすげえすげえ、やばい、今日相棒やべえわ。最近あんま使ってなかったからかな、なんかね懐いてくれた、ね、ちょっとやっぱ突き放した分ね。大丈夫、これもかわすんだよ。いつもだったら食らう必殺もね、今日いやマジで愛してるでファイナルフラッシュぶち込んで、ちょっと危なっかしいけど大丈夫っしょ。さすがに2発撃ちきついんだよな。ここなら問題ないけど、あの倒せるよ、逃げージは倒せる。ででーん、で1300万。おっオッケーオッケー、まあやっぱこいつも火力要因としては全然優秀だからな。はい、というわけでまあ、ブロリーも無事撃破できましたと。まあ石美味しいな。とりあえずも石がないんでね、あと50個あればご飯の方もう一回引けるんで、あの無料分までだ、ちょっとそこまでね狙っていきたいと思います。 OK、 美味しい美味しい、闇感謝感謝。はい、というわけで今回ね終わりにしたいと思います。まあもうやるステージが、あとまあこれのカテゴリーミッションか。勝ってもでも旨味がないんだよなチケットあんま美味しくないってダメよ、そんなこと言っちゃダメよ。お松がせっかく用意してくれたんだからはい、終わります。ではまた。